出場の最後の椅子をめぐって両南と対決する湘北は、大黒柱の赤木が全国でもトップクラスに入るであろうその素質を見事に開花させ、両南との点差を徐々に広げていった。もはやインサイドを固めて赤木を潰しさえすれば勝てるチームではなくなった。安西先生、君たちは強い。今やっと分かりました、その本当の意味が。俺たちは勝ちます。だが湘北には不安要素がいくつもある。今はまだそれが表面化していないだけだ。流れは絶対にもう一度うちに来る。両南の監督田岡のこの不気味な予言は果たして現実のものとなるのだろうか。復活東証魚住淳。ラスト6本、一瞬たりとも気を抜くぞ。おう、ゴリ、おう、勝つぜ。天才の全国デビューも近い。油断するな、バカモンが。大住よ、ここまでお前に我慢我慢と言ってきたのにすまないが、もう我慢できん。メンバーチェンジしろ。頼むぞ、ビッグジム。はい。おお、魚住だ。ボーファールの魚住をコートに戻すぞ。仕方ないだろうな、もうこれ以上魚住をベンチに置いとくわけにはいかない。私でもそうする。この田岡茂一、そうそう気の長い方じゃないんだ。ボスめ、ボスだれ。あ、仙道さん。仙道、魚住投入があと1分遅かったら湘北の勝ちは決まってたかもしれん。え、攻守にわたって仙道がたった一人でチームを支えている状態が続いていた。ルカーとのマッチアップだけでも大変なのに負担をかけすぎていた。危うく先に仙道が潰れるとこだった。やっぱり湘北の怒涛の攻撃は相当なもんや。天才仙道さんがかなり消耗してる。天才と呼ばれていても奴はまだ2年なんだ。魚住さん、ゴール下頼みますよ。おう、任せろ。うわ、
黒住、ファイト！ファイト！魚住さん！魚住さん！頼んだぜ、魚住さん。俺たち両難がこのまま引き下がってたまるか。魚住投入で少しは流れが変わるかな。よし、行け両難！出てきたか、ボスミ。先生は必ずもう一度うちに流れが来ると言った。まだ逆転できるんだ、やってやる。何？ナイスカット、リョータ。よし、ダメだ、まだ流れは変わらん。走れ！植木さん、戻るんだ。おお、早い。桜木くん、それに両親、湘北の最高速トリオだ。誰も追いつけるもんか。先導、やらん。なに、自ら来た。決まった。なんて速さだ。止まらねえ。電光石火、宮城亮太。俺ならいつでもブロックできると思ったのかい。15点、とうとう15点差。やったな、両親、まあ、この天才の力を借りずに決めるとはあっぱれ。いい加減にしろ。いて、花道。交代だぞ。植草先輩、旦那。うん、全国へ行けるぜ。残り6分を切り、この61点目が両難に与えたダメージはことのほか大きい。一つは仙道をかわして決められたこと。圧倒的不利な3対1の状況であったとはいえ、よく攻めていた仙道だったからな。そしてもう一つは魚住投入直後の失点であること。魚住復帰でよし、ここからだと思った両難にやっぱりダメかもと思わせるには十分だ。なるほど。両難はもはや完全に崖っぷちに追い詰められた。惜しい、花道。でもナイスプレーよ、桜木くん。いい、もう少しだったのに。まず一本から決めよう。おう、海南戦みてえにバテるんじゃねえぞ。誰に言ってんだ、ドアホ。ディーフェス、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 
あかん、声出さなあかん、みんなもっと声出しましょう。こういう時こそ声出していきましょう。いけいけ龍南、押せ押せ龍南、いけいけ龍南、押せ押せ龍南、いけいけ龍南、押せ押せ龍南。監督は流れはもう一回うちに来る言い張ったけど、ほんまなんやろか。いざ、湘北の不安要素って一体なんや。もう随分両南はノーゴールが続いてるな。来い、魚住。自分自身も、そしてチームももはや後がない。しかしそれが魚住の集中力をかつてないほど研ぎ澄ました。Girl, your best move. Doesn't matter if you win or lose, as long as you give it your best. Pass the ball. Someone's waiting. Trust would be the key to getting his friendship. ウォズミはオーバールだってこと分かってんのか。あいつあと一つで退場だろ。赤木、ファールをもらえ。そいつを即退場にして日本一のマヌケにしてやれ。集中力、それは常にプレイの出来を大きく左右する。こいつ今までと雰囲気が違う。ここで即退場になるようなバカなら両南の4番はつけちゃいない。あいつは今線を引いたんだ。線？審判は今笛を吹かなかった。ファールじゃないとな。つまりあれくらいの当たりならこれからずっと審判はファウルを取れない。今は取らなかったんだから、これでウォズミはチャージングの境界線を引いたんだ。赤木武則、3年197センチ90キロ。魚住淳、3年202センチ90キロ。体格的には全く引けを取らない。顔の系統も同じ。だが魚住は赤木ほどの評価を受けていたわけじゃなかった。いって、出せ。赤木、相変わらずいいディフェンスをしやがる。先頭。一本だ。この一本は絶対に落とせねえ。どうした、勝負してこんのか。ウォズミ、根性なしか。うるさい赤木、黙ってろ。先に名が知れたのは俺の方だった。でっけえビッグジュン。あれが199センチの1年生魚住淳か。うん、あいつ俺くらいありそうだな。坊主頭コートサイドにいたんすけど。さあ誰だろう。190以上ね。どうも。ああ、確か湘北に193センチの1年生がいるらしい。彼じゃないかな。 193? 直接対決してみたいかい。だが残念だけど湘北はそこまで残ってないと思うよ。ふん、ビッグジュンか。今のうちにせいぜいチヤホヤされてろ。ディフェン
いですよ。あと8秒。30秒バイオレーション。何をやっとるか魚住。うわ、また魚住がシュートできない。ナイスディフェンス。いいぞ赤城。こりゃ驚いたな。あの魚住が完全に抑えられている。あのゴール下のディフェンスは脅威だぞ。どんまい魚住さん。チームの負けは決定的なのに、あの戦う姿勢がいいじゃないか。普通これだけ離されたら集中力が切れるもんだが。赤木武則か。1年前のあの試合で俺と赤木の評価は逆転した。くそ、くそ。何より悔しかったのは奴が俺よりも小さいこと。魚住は自分よりでかいが、ただそれだけのこと。赤木にそう思われてるかもしれないと思うと、いてもたってもいられなかった。俺はあれほど嫌いだったフットワークの量を増やし、足腰を一から鍛え直した。赤木に負けないゴール下のディフェンスを身につけるために。ただでかいだけ、そう思われるのだけは許せなかった。時間ないですよ。勝負勝負。シュート打たすなよ赤木。打たすか。赤木、インターハイ予選では俺が勝つ。覚えとけよ生意気な。練習試合とはいえ、赤木に30点も取られたのか。30点も。ゴール下の得点感覚、やつのそれは天性だ。俺にはない。さあ来い魚住、絶対打たせん。よっしゃ、ナイスディフェンス赤木。そいつは打てやしね。ああ、時間が。俺の負けなのか。よし、30秒もらった。いや、そうじゃない。あ、赤木。何、先導。あ、福助。ワンゴール入ったか。うちには点を取れる奴がいる。俺が30点も40点も入れる必要はない。俺はチームの主役じゃなくていい。そう、それでこそビッグジョンだ魚住。よし、ディフェンスだ、ディフェンス。締めていくぞ。ゴー。よーし、こっから、こっからや。取るぞ。また突き放してやる。魚住の復帰により、ようやくワンゴールを決めた陵南。流れは再び陵南に変わろうとしている。お気に入りの
やっぱり魚住さんがゴール下に入るとチームに一本芯が通る。これで仙道さんの負担が減って、やっとうち本来の形が戻った。へん、たった一本入れたくらいで何を大騒ぎしてやがる。少しずつ流れを引き寄せ始めた。悪あきはよせ、俺たちの勝ちだ。スラムダンク、ブルーウェイブ、陽南の反撃。